ポリドカノールは、食道静脈瘤出血の止血及び、食道静脈瘤の効果退縮、または、一時性下死静脈瘤の効果退縮を、効能、効果とする医薬品である。食道静脈瘤周囲、または、下死静脈瘤内に注入することで止血及び、組織繊維化作用を示し、同時に、血管内非細胞障害作用を示すことで血管の、 高化と静脈瘤の内空断面積減少をきたす。日本では、食道静脈瘤の治療については1991年6月に一時性、下肢静脈瘤については2006年7月に承認を取得した。ただし、下肢静脈瘤については、直径8ミリメートルを超えるものに対する有効性は確認されていない。 商品名エトキシスクレロール、ポリドカスクレロール。米国では2010年3月に症状脈瘤及び毛状脈脈の治療薬として承認されている。米国では局所麻酔薬、または鎮下湯薬として軟膏及び入浴剤としても販売されており、失神による皮膚の乾燥で起こる、創養感を抑える働きを持つ。下記の患者には近忌とされている。 添付文書で重大な副作用とされているものは、下記の通りである。エトキシスクレロール、ポリドカスクレロール。ありがとうございます。